皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ディーコちゃんです。さあ、強化されたキャラクターの中の一人、なんだっけ、ジャンヌ・ダルク、ね、重力バリアキラーもついたし、アンチワープも超アンチワープになったし、いやどうなの、強いんじゃないのってところで、今回はカルマに連れてってみようかなと思います。まあ、強えだろうな、これあかんだろうな、これだってワープと重力バリアちょうどあるじゃん、ここ適当に弾いてても敵溶けてっちゃうんだよね、スーツって。うやばいぞ、これは早速獲物がたくさんで、これ友情コンボはエナジーサークルで攻撃アップだって、最強だこれ。おいお前強すぎるだろこれめちゃくちゃ強くね、これは強いな、普通にな、シンプルに強いな、これな。なぜか左右に入ってしまうというね、アクシデント多いんですね。あんなとこ狙ってないんですよね、適当打ちすると入っちゃうってさあ、どん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 やっていきましょう。さあ、どんどんさあ、どんどん仲間にちゃんと当てて、そんな天才的なショット狙ってないから、うますぎるだろ、うますぎもしないよ、よいしょ、うわっ、強えな、おい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 、よー、すげえな、マジで。そういうの好きよ。いやよ、いやよ、好きの人いるじゃない。ねえ。まあ、だって感じですなかなかワーク出してくれないからね。目が光ってるから。オーマイガーって。いつも全開だ。聞かないと。お前の攻撃は通用せんと、わしには。すげえな、おめえ。やる気満々じゃねえか。さあ、どうだ。ステージ2。いいね、また重力をホイ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 出してるよ。ねえ、そうしよう。いけたかな？あ、しない。すげえ、すげえ、恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい。あ、つえ！ここは別にキラー乗ってないから、友情ボンボに関しては変わんないけど、やっぱりこのキャラクター、一番いいかもしんないな。今回で俺はかなりね、この子はパワーアップしたと思うんですよね。実際、つえかな、これ。ほん。から重力まで消えちゃったねと。さあ、ワープ出してみと。いい感じだ。頑張れ。あ、来た、ワープ来た、ワープ来た。ワープ来たよ。いい餌だね。強い。さあ、どこ、え、それマジで、そんなクイちゃん出しちゃっていいの、それはエグいね、エグみが深い。おお、いいのかい、普通に倒したのかい、先にそっち。でも HP が再生、おかしいだろ、飛行残念、はい、いや強い、まず16番レキラーが強すぎる、どないなっとりまんねん、これ。さあ、このステージ来た、ドドーンと。ここも残念ながら、残念ながら強いでしょ、強い強い、溶かしちゃいましょう、ボスを。全回復、それはうざい、まったく。カンカン、よし、カン、うい、サイアントコー、どんどん溶かしちゃいましょう。カルマが今までにもなく簡単なんだからね、上食いちゃう、よいしょ、おい、なんでなんでなんで避けたの今、スッて避けないでクリティカルです、ちょっとそれ困っちゃう、さすがの俺も困っちゃう。おい、マジかよ、強え強えわ、普通にこれやべえな。お、 SS 止まった、まあいいよ、 SS コロンビア号やべ、 OK だ、 OK 丸先生、 OK 丸先生、去れ、さあ、去るんだ、よいしょ、あ、でもちょっと全然返さないとな。まあ、SS が溜まったら SS をちゃんとね、ぶっ放していこうかな。ちっとうざいからね、ボス戦からですかね、皆さん、ここは最強とんがり込んだ感じは。タコ倒したでしょ、うざくないか、うん、OK、
削れていく。効かねえな。でもその攻撃ね、さっき嫌だ、近畿のせいで嫌なしてその攻撃。この人したの分かるかも。オッケー。さあこっからはグロテスクゾーンだよ。毒が効いてないからね。リージェンのせいだよ。何なのこれ、負ける理由ある。ここダヒョーンダヒョーン、防御アップしても溶けてっちゃう。しょうがないですね。さあもうエセソンも溜まってっちゃうよ。さあどうですかね、パワーアップしたこの子は皆さんの目にはどう映りますかね。おお、いいぞ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 、あいいぞいいぞいいぞでこのターン飛ばしちゃうね。そうだね、飛ばしちゃうぞ。うぅ、溶ける溶ける溶けてく溶けてく。さあ次縦ガンでやっちゃおう。なんだよ、あ、防御アップしてる。うざってな、なかなかの才能だな。よいしょ、すごい、どんどん溶けていくぜ。さあワープ出したが最後よ。貴様の負けだわ。わあ、竹作郎さんじゃんそれは。あ、そうで、ボス戦、あ、まだか。あ、左上にいるやつだ。なんだかんだ長いんだよここね。なんだかんだ叫んだってオーマイガー、防御ダウンに攻撃アップでけえな。おう、おおう、わー、強い、あー、それ強い、それえぐい、それえぐいな、それはえぐいな。あー、防御アップはうざいよ、それはうざいよ。言い方もうざいか、でも本当にうざいよ。ポケマル、次は左上に入ろう、ずっぽしと。さあボス戦からもう俺は大活躍、スマッシュブラザーするから。どうこれ、どうした、よし。さあこっからだ、衛星層を溜めて打ったんだぜ。さあ来上がる点でいい。ワープも重力バリアも何も通じねえぜ。俺はどうだ、行くぜ。これさ普通に仲間にも当てずに横返してみようか。弱点あるし、弱点サンバー、どう、ゲッ。恐れを捨てなさい、主は常に我らと共に。無駄なことを。ただよ、それはそれはひどい。え、マジこれこんな感じ、マジか。え、最後ぐらいは多分ちょっと辛いと思うんだよね。そうしよう、お祭りというのはなぜこんなにワクワクするのでしょう。行っちゃった、倒しきれないですよね。それさすが倒しきれないな。あー、そうだよね、そうだよね、びっくりした。で、全開しても分かるね。え、恐れを捨てなさい、まさか主は常に我らと共に。ゲー、なんじゃこりゃ。え、これびっくりじゃね、こんな強いのこれ。あ、そう、え、これは強いな。16バリアキラー刺さりすぎだろ、さすがに。よし、ガニだよこれは。8分51秒で終わるって、とんでもねえ化け物を産んじまったんじゃねえか、エクスラックさんよ。いいのかこの強さ。はい、ということで皆さんの目にはどう映ったでしょうか。ぜひぜひコメント欄で、いろいろ教えてください。ということで以上、ギーコちゃんでした。バイバイ。